秋葉山は、静岡県浜松市天竜区春野町両家に位置し、赤石山脈の南端を占める標高866メートルの山である。山頂近くには、下坊の神である、秋葉大権現の後進秋葉山、本宮秋葉神社があり、秋葉山は、同神社の俗称ともなっている。明治以前は、秋葉大権現として、秋葉社と秋葉寺の両方が存在する。 両部神道であった。しかし、明治初めの神仏分離、廃仏希釈によって、秋葉山は神社と寺院とに分離されることとなった。現在は、秋葉神社上社は、秋葉山の山頂にあり、総当州の秋葉寺は、秋葉山の中原の杉平にある。東京都千代田区、台東区の秋葉原の地名由来としても知られている。秋葉山から、梶谷を今めるべきものが、 逆に過ちを犯すことの例え。戦国時代までは、新言州との関係が深かったが、徳川家康と関係のあったか眠るの、前奏森公旗が戦乱で荒廃していた、秋葉寺を、総統州の別当寺とし、以降、徳川幕府による治療の寄進など厚い日後のもとに、次第に発展を遂げてゆくこととなった。秋葉山にはネギ、僧侶、主元の三者が奉仕し、別当は、 僧侶が務めた。この頃山頂には、本社と観音堂を中心に、本坊、多宝塔など多くの建物が立ち並び、修験も17坊あったと伝えられる。徳川綱吉の治世の頃から、秋葉大権現は、神道、仏教及び修験道が混交した過坊の神として、日本全国で爆発的な信仰を集めるようになり、広く、秋葉大権現という名が定着した。 特に旅重なる大化に見舞われた江戸には、数多くの秋葉港が結成され、大勢の参詣者が、秋葉大権元を目指すようになった。参詣者による賑わいは、老い狭いにも匹敵するものであったと言われ、各地から秋葉大権元に通じる道は、秋葉路や秋葉街道と呼ばれて、信仰の証や道標として、多くの上夜塔が建てられた。また、全国各地に、新仏混交の分社として、 多くの秋葉大権殿や秋葉社が設けられた。流頭と呼ばれる祠らを兼ねた特殊な城野棟があり、そこが町内工住の信仰の場となった。しかし、1868年に明治政府によって神仏分離令が、1872年には主元州廃止令が強行され、秋葉山も神仏分離を行うこととなったが、 秋葉権限が神仏いずれかという神学論争に、加え、山内の主言派と総派の対立もあり、その決着が容易につかなかった。1872年に、京武将は、秋葉権限を三尺坊とは異なる陳述と判断し、さらに、主言の加減に基づき最新名をお日の、家具土の大臣であるとした。秋葉さんを、神道の秋葉大権限と仏教の秋葉寺に分離し、さらに、 秋葉大元年を秋葉神社と改称した。翌1873年、秋葉寺は無住無断という理由で廃寺となるが、これは当時の社寺に関する法令が適用された結果であり、秋葉寺が神仏分離で廃寺されたというのは正確ではない。秋葉寺の廃寺に伴い、三尺坊は一万松山か、眠祭に千座、宝物住物も遺憾された。 全国各地の分社もそれぞれの土地の事情で、神仏分離令に従い、神社、または寺として、独立の道を歩むこととなった。明治6年に県社列核。そして、第二次世界大戦中の1943年、山頂が山独から発生した山火事の累相により、本殿東側の山門を除く建物すべてを消失した。 戦中戦後は再建も容易ではなく、山徳に死母者を造営し祭祀を継続した。この話に似たものとして、東海道五十三次論争がある。これは、戦国時代の後に西意大将軍となった徳川家康により、江戸時代の初めに交通網の発展とともに、参勤交代の遂行による武家を統治することを目的に整備された、 五街道の一つである東海道が、どこまでを指すのかという問題である。歌川広重の浮世絵の東海道五十三寺をもとに、東海道五十三寺とするならば、戦国時代に、徳川家康が掲げていたエンリエド、遠離江戸本宮浄土の旗印に書かれた、江戸を、江戸都市、京都の朝廷に座す御角を普賢菩薩と重ね目指す、下言行の全在同時の五十三人の死に愛悟りを、 開く、巡礼の道、東流門という意味になる。しかし、現在の国道1号になっている、東海道53寺に軽街道を含めて、東海道57寺と唱える説がある。また、徳川家康の遺言により、久能山東照宮から、富士山を経て、直線で結ぶ日光東照宮に後に祀られ、東照大権現となった話を踏まえ、江戸時代の東海道を、 東海道五十三時とし、全在同時をもとにした信仰的統治であったとするならば、中仙道も基礎街道六十九時に習い、江戸から京都までの六十九とすると、これも、また陰陽思想をもとにした信仰的統治であったことになる。秋葉神社は、秋葉山を、新大山と仰ぐ信仰を根源とし、同社では、神山と呼ぶ。中世以降は、主権道の霊場となった。 秋葉権現の建築は天狗であり、天狗信仰の山でもあって、三六春の町は天狗の里と呼ばれている。地元の伝説のほか、江戸時代に天狗神社の神職、中村城高が表した事実商談等には、秋葉山にまつわる霊言譚が記されている。秋葉山表、三道秋葉寺、三尺坊秋葉山、随心門。ありがとうございます。